皆さん、こんにちは。大相撲春巡業が21日、群馬県前橋市のアルソック群馬武道館で行われ、群馬県高崎市出身の序二段、高馬鵬が地元力士として特別参加しました。地元の知人や家族らも来場し、取組で高崎市出身と場内アナウンスされると、大きな拍手が起きました。この会場には、昔、柔道の大会で来たことあります。と、ご当所らしく懐かしんだそうです。宮城野部屋所属だった高馬鵬は、部屋の閉鎖に伴って今月から伊勢ヶ浜部屋へ転籍。巡業はこの日のみ参加のため、7日に引っ越してから2週間部屋で過ごしてきました。人数が約2倍になったことで大部屋に入りきらず、地下のトレーニング室を使って生活しているとのこと。寝床の面積的には前の部屋と同じぐらいです。ただ湿気は多いですね、と新生活の状況を明かしました。この日は取組の出番が近い早手富士と仲良く談笑したり、一緒にパンを買いに行ったりする場面もありました。今月から同部屋になった1歳年上の兄弟子とは高校の国体で対戦してるんですよ。車道、電車道で持って行かれましたけど、と入門前から縁があったことを明かしました。伊勢ヶ浜部屋の稽古には宮城の親方、元横綱白鵬と間垣親方、元幕内石浦も回しを締めて参加しています。宮城の親方は前の部屋の頃から約1ヶ月に1回の頻度で回しを巻いて弟子たちに胸を出していました。転籍後はほぼ毎日回し姿で土俵に立ち、関取昇進目前のホープ政府寺19と相撲を取った日もあるそうです。番付発表前の期間は相撲教習所で指導に当たっている伊勢ヶ浜部屋の立山親方、元幕内誉富士も場所前は回しを締めて部屋の稽古に参加することが多いとのこと。巡業中の関取衆も合流すれば、関取6人と部屋付き親方3人の計9人が白回しという豪華な稽古場になりそうです。さて、弟子の暴力問題を受けて当面閉鎖となった宮城野部屋ですが、親方や力士らの転籍先となる伊勢ヶ浜部屋への引っ越しも完了し、4月8日には合併してから初の朝稽古が始まりました。約40人の力士が集まる中、宮城の親方が稽古回し姿で稽古場に降りて指導。まさに一からの出直しとなりますが、相撲部屋の大合併には様々な困難が待ち受けているようです。宮城の親方が稽古をつけることになったのは転籍先の慣例に従った格好だそうです。相撲担当記者によると、伊勢ヶ浜部屋では引退して間もない部屋付き親方が稽古回しをつけて稽古場に立つのが慣例で、安治川親方、元関脇安美錦や立山親方、元前頭誉富士もやってきたこと。宮城の親方もアピールの意味合いもあったのでしょう。伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士がそういう気持ちを前に出していくのは大切、これからもそうやってほしいとコメントしていたが、これからが大変というか、最初に自分でハードルを上げてしまったことでもう途中で投げ出せなくなってしまったとのことです。宮城野部屋の閉鎖は期限の決まっていない措置ですが、一場所ごとに伊勢ヶ浜親方が協会に状況を報告します。協会側が措置の解除を認めれば、宮城野親方は師匠に戻れるわけです。宮城野親方がどこまで前向きに取り組めるかが注目されています。とにかく力士が約40人の大所帯になったことで想定外のことが起きる。稽古も土俵が一つなので、初日は序ノ口から始めて幕内まで4時間半の稽古になった。もともと伊勢ヶ浜部屋は稽古が長いことで知られているとはいえ、終わったのが12時半。異例の長さです。稽古が終われば風呂、ちゃんこと続くが、風呂は1時間半待ち、ちゃんこ番は4班から6班に増やし、1食に炊くご飯は3升から6升、9キロになったそうです。今回の転籍では他にも2017年の横綱春馬富士、当時の暴力事件の現場にいて関係性が悪い宮城の親方と横綱照ノ富士が同じ部屋になって軋轢が生まれないかなど懸念点がたくさんあると担当記者は指摘しています。相撲部屋の合併では問題が起きやすいようです。1993年3月、
藤島親方が率いていた藤島部屋は、実系である元横綱初代若乃花の定年により双子山部屋と合併、新たに双子山部屋に名称変更しました。旧双子山部屋の力士38人が藤島部屋に合流し、総勢62人の大所帯になったとのこと。今回の転籍よりはるかに大人数だったわけですが、当時の双子山部屋のおかみさんだった藤田紀子さんはこう振り返ります。大変だったことは山のようにあります。生まれ育った家庭によって受けるしつけが違うのと同じように、力士も部屋によって入門してから教えられることが違う。相撲部屋は一つの家族ですからね。いいことでも悪いことでも、いろんなところで価値観が違うので、違う部屋の人たちが一つになるのは想像以上に大変なんです。子供たち、弟子の力士たちは隠れて悪いことをやりますからね。それがいじめや暴力につながる。うちの部屋、もともとの藤島部屋では、力士たちがやらなければいけないと思っていることでも、他の部屋の力士たちは、なんでそんなことを、となったりする。それで不満がたまり、兄弟子による弟弟子へのいじめにつながったりする。それが怖かったですね。もちろん、他の部屋で育った力士でも、弟子として預かることになったからには、何かあってはいけないという気持ちで取り組んだそうです。のりこさんが続けます。シャン、この手伝いや部屋の掃除をするといった理由を作っては、常に若い衆のところに行って聞き耳を立てていましたね。若い子と話して、情報収集もしました。自分がいじめに遭っているとは言わなくても、周りでいじめがあるかは聞けるかもしれない。みんなが仲良くなるために、団体旅行に連れて行ったりもしました。親方も稽古で見る人数が増えたら疲れてしまって、稽古場に降りなくなった時期もありましたね。私は力士たちに目配せをしているのに、親方がそんな感じになってしまって、夫婦仲間でギクシャクしてしまったこともありました。そうなると力士たちにもわかりますからね。相撲部屋の運営を取り仕切るおかみさんの負担は大きいと、のりこさんは強調します。親方は稽古をちゃんと見ればいいわけですが、私の仕事がどんどん増えてしまった。病人が出たら、病院まで運転して連れて行ったりもします。ホームシックになる子もいます。その子たちを慰めたり、車の後ろに乗せて、ここが都庁よとか観光案内したり、自宅にあげてちょっとご飯を食べさせたり、慰めたり。何が大変って、すべてが大変でした。だから今回も、伊勢ヶ浜親方より、おかみさんの方が大変だと思いますね。現在の角界で最大の大所帯となる伊勢ヶ浜部屋には、どんな困難が待ち受けているのでしょうか。大相撲の旧宮城野部屋の力士たちが8日、伊勢ヶ浜部屋の稽古に参加しました。宮城野部屋は元幕内、北青鵬による暴力事件の影響で部屋閉鎖の厳しい処分を受け、力士や親方らは全員伊勢ヶ浜部屋へ転籍。7日に引っ越しが完了し、この日が転籍先での初稽古となったようです。稽古の様子は非公開だったそうですが、宮城の親方、元横綱白鵬と間垣親方、元幕内石浦も白回しを締めて稽古場におり、力士たちの指導に当たったとのこと。部屋付き親方として再出発の意味も込め、裸一貫で稽古に参加することを自ら希望、回しの取り方や切り方など技術指導を行ったそうです。稽古が終わった12時半の約4時間後に伊勢ヶ浜部屋を出て帰宅へ、回し姿で稽古場に降りたのは久しぶりかなと振り返り、今後も継続していく考えを示した上で、頑張りますと言葉を残しました。伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士は45回も優勝しているし、横綱としてのスキルもあるわけだから、それをしっかり力士たちに伝えてほしいと大横綱の指導力に期待。二人の元横綱から指導を受けられる弟子たちに対しても稽古の質は上がる、相乗効果でお互いに強くなってくれればと期待を込めたそうです。横綱照ノ富士ら関取6人を含む伊勢ヶ浜部屋の22人に宮城野部屋から19人が加わり、所属力士は計41人に。稽古場に収まりきらず、外の駐車場でトレーニングに励む力士もいたとのこと。稽古は通常より30分早い朝8時に始まり、約30分遅い午後0時半過ぎに終了。2つしかないシャワーの順番待ちが最大1時間に及ぶという問題も発生したそうです。先にご飯食べた方がいいかな
と効率の良い運用法を思案するなど、まだ手探りの部分も少なくなかったようです。宮城の親方は協会や部屋のルールをしっかり守ってやっていくしかないと伊勢ヶ浜親方から改めて釘を刺されたそうです。将来的に再興する可能性はありますが、閉鎖の期間は定められていません。再興の日を信じ、新生伊勢ヶ浜部屋で一から修行を積んでいくことになります。宮城の親方はモンゴル出身の第69代横綱、15歳で来日し宮城の部屋に入門しました。初土俵は2001年3月場所で、2004年5月場所で新入幕、2006年夏場所で初優勝し、2007年7月場所に横綱昇進を果たします。口上は横綱の地位を汚さぬように精神一等を貫き相撲道に昇進いたします。2010年には史上最多の年間86勝を挙げ、歴代2位となる63連勝も記録。横綱として在位84場所、1019回出場、899勝、さらに幕内通算1093勝、優勝45回など数々の歴代最多記録を更新しました。各界の慣習にとらわれない振る舞いも多く、賛否を呼ぶこともありましたが、期待の大横綱として一時代を築き、2019年9月場所で引退、日本国籍を取得し、2021年に年寄り、マカキを襲名したのです。日本の力士に初めて会ったのは6歳の時、モンゴル相撲の大横綱だった父を NHK の番組を通して取材しに来た。当時横綱だった初代若乃花から菓子、うまい棒をもらったそうです。さらに日本に興味を持ったきっかけは、木村拓哉と松たか子が主演した1997年のドラマラブジェネレーションだったとか。宮城の親方は伝説の大横綱として相撲界の歴史に名を残した人物です。その宮城の親方率いる宮城の部屋が、弟子の暴力問題により部屋閉鎖という厳しい処分を受けたことは大きな衝撃でした。しかし転籍先の伊勢ヶ浜部屋で宮城の親方自らが白回しを締めて弟子の指導に当たる姿は、真摯に相撲道と向き合う親方の姿勢を示したものと言えるでしょう。一方で40人を超える大所帯となった伊勢ヶ浜部屋では、狭い稽古場や風呂、食事の問題など様々な課題が浮き彫りになっています。元おかみの藤田典子さんの話からは、部屋の運営には表には見えない苦労が多いことが分かります。異なる部屋の力士が一つになるためには、親方だけでなくおかみの細やかな心配りが欠かせないのです。宮城の親方は暴力問題を起こした弟子のことを考え、自らも厳しい姿勢で臨まなければならない立場にあります。しかしそれと同時に、転籍してきた弟子たちのためにも今まで以上に親方としての責任を果たしていかなければなりません。日本相撲協会は宮城の部屋の閉鎖期間を定めていませんが、宮城の親方は閉鎖の解除と部屋の再興を目指して日々精進していくことでしょう。その道のりは平坦ではありませんが、宮城の親方には横綱時代に培ったメンタルの強さがあります。伊勢ヶ浜親方をはじめとする関係者の協力を得ながら、新生伊勢ヶ浜部屋の発展に尽力していくことが期待されます。宮城の部屋の最高の日が訪れることを願ってやみません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。